中丹田っていう考え方で言うとね、ちょっとメンタルの方からも言うと、ウキウキ感、ワクワク感、ドキドキ感、こういったことを大事に生きていくと、ウキウキ、ワクワク、ドキドキも全部ここで感じることですね。あっちゃ頭ドキドキしてるって言ったら、それ病院行った方がいいよね。頭ワクワクしてたまらんわっていうのも病院行った方がいいですね。ね、頭ウキウキすんねんって言うと、お前大丈夫かってなりますよね。ウキウキ感、ワクワク感、ドキドキ感、ルンルンもそうですけれども、そういったものをよく感じながら生きるってことをしているとね、ここが高な女性であれば恋をするとそういうホルモンが出てバストアップするっていう人もいれば、それは中国の気の理論から考えると丹田がねすごく活性化するので肋骨周辺がね本当に柔らかくなるんですね。で肋骨が知らない間に開発されて肋骨の位置が上がることでバストもアップすると、中から肋間筋レベルから上がってきて使われてバストがアップするっていう世界があるんですね。うん、だからそういうウキウキ感、ワクワク感、ドキドキ感を大事に生きていくとね、中丹田を大事に生きていくとねバストアップする人生ですよ。バストアップっていうのはほんまにおっぱいをただ上げるというだけではなくてね、バストアップはまさに人生アップですわ。ヒップアップも人生アップですね。ヒップアップはもも裏をしっかり使うってことじゃないですか。これはもも裏を使うと体は前に運ばれやすくなるので、自然とメンタルの方も前向きになるんですよね。バストがアップしてくるってことはバストがちゃんと開いてくるっていうことですね。これは中丹田がちゃんと開いて活性化されてくるっていうことなので、呼吸が深くなるので非常に脳に酸素が行くので、頭もしっかり働くし元気になるし、不安感が消えたり逆に安心感が出て不安感が消えたり、あるいは自信とか情熱やる気が出てきたりとかねするんですね。そうやって自分にそういう情熱とかね持てることをやったりとか、ウキウキ感、ワクワク感、ドキドキ感を大事に生きるようになってくるんですね。そういう中丹田を身体開発でやってるとね、そういう生き方をしていてもですね高なってきますよということです。僕はもう仕事一筋人間ですから、もう皆さんですよ、もう皆さんのこと考えない日はないんですね、僕ね。ああ、女性だけですよ、男の人勘違いしないでくださいよ、ほんまに半分冗談ですからね、普段半分本命ってことですからね。皆さんのことを考えて、剣術アカデミーメンバー、トレーナー養成講座メンバー、このオンラインサロンメンバー、コシプロメンバーね、皆さんがもっと良くなるには、皆さんがもっと笑かすには、皆さんもっと元気になるにはどないしたらいいかなと。いやー、あの人最近元気ないけど大丈夫かなと、こんなことも教えてあげた方が、言ってあげた方がいいかなとかね、そんなことを考えまくりまくりスティする毎日なんですね。そういうのをね考えて、それに熱意情熱を持ってやってますからね。ワンデーセミナーやるときも、よし今までで一番笑かしたんねんとかね、それが変な力みになって空回りすることもあるんですけども、そういうのをねよくやってると、まあ、ここに来てるのがわかりますね。ここにエネルギーが集まってくる。決してねバストアップっていうのはね、そういう単にね西洋医学的視点からじゃなくて、そういう作用も絶対にあるんですね。でその時にはそういう中丹田がぐっと活性化される時にはね、ウキウキ感、ワクワク感感じてる時は、西洋科学的視点で言うとね、必ずこの辺の血流すごく良くなってるんですね。肋間筋の働き活性化してめっちゃ働いてるんですわ。で心臓循環器系の働きがすごく良くなってるから、血液循環もいいし、でここでしっかりとワクワクドキドキを感じるから、積極性とかね、何か行動的になったりとかね、人生にいろんないいプラスが生まれてくると。で結果そういう人って健康になる、呼吸も深いしね、で人生が楽しくなってきて健康になっていくってことが、いいサイクルが生まれてくるんですね。ああ、今のビリーズブートキャンプですね。そういういいサイクルが生まれてくるんで、肋骨を開発するってことがバストアップにとって一個重要ですね。で、もう一個は地球のちゃんと重心に従う体を作るってことと、肋骨を開発するってことですね。で、肋骨開発するってことは中丹田の開発っていうことでも言えるわけですね。その中丹田開発はそういう生き方と直結するので、そういう生き方してるとね、よりここが活性化していいですよっていうことです。僕はね、今までこそこう、懐も開発してきてね、まあまあ、ここもタクマシンになってきたんですけども、昔はね、ここタクマシンな人間じゃなかったんですね。当時ってもうね、バストめっちゃこう、なんか膨らんでますよね。それなんで膨らんでるんですかって言ったら、情熱で膨らんでます。かっこよくね、昔からこう言ってきたんですよ。で、無視され続けてきたんですよね。皆さんは無視しないとは思うんですけども、それを期待してますが、そういうことを言ってきて、昔から無視をされ続けてきてね。何が詰まってるんですか？情熱ですよ。情熱と夢、希望が詰まって膨らんでるんですよ。ぐらいで向こう向かうんですね。最後までご覧いただき、ありがとうございます。今日の動画を見て、何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、コシの王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。